バウンティーラッシュ打ち入り3時。3時の強みは主に2つ。1つ目、防御力増加。多段の通常攻撃やスキル位置を当てることで防御力がどんどん増加していきます。またこのキャラは状態上短縮を持ちながらもダウンした時、そして状態上付与された時に体力 15% 回復。得意属性キャラに攻撃するたびに 3% 回復するなど、回復性能が非常に豊富です。3時は得意属性に簡単に変化できるので、仕上がったら例外除くとかなり耐久できます。よろき無効を活かしやすいのもいいですよね。2つ目、スキル2。防御力増加と同じ条件で威力の上がるスキルにはダメージ減少無視となっており、威力が上がっている場合、基本どんなキャラでも瀕死まで持っていけます。理想としては敵の攻撃を受けて得意属性に変化、スキル1を当て、その後威力が上がったスキル2で調理完了といった感じです。弱点としては仕上がる前が脆い点、そして仕上がった後も防御力無視スキルがきつすぎる点。スキル1が無敵だったら評価は変わっていましたが、現状は強いけど扱うのはかなり難しいという印象です。バウンティーラッシュ打ち入りゾロ。ゾロの強みは主に3つ。1つ目、属性変化。スキル2のチャージ中、敵から攻撃されると攻撃力を一時的に増加しながら得意属性に変化します。ゾロは得意属性に対して発動する特性が多く、中でもよろけ吹っ飛ばし無効が非常に優秀。後出しの権利を使ってご利用せます。2つ目、通常攻撃。リーチが長く割合ダメージの特性が発動しやすいです。先ほどのよろけ無効の特性と組み合わせると、現環境どんなキャラでも基本倒せます。回転率の高い無敵スキルやジャスト回避でも割合ダメージを与えれることもあって、怠慢性能はかなりあるキャラですよね。3つ目、逆境に強い。体力が 50% を切ると大幅ダメかかつスキル2が頻繁に打てるようになります。スキル2の威力も増加するので、ピンチの時に強くなる大変かっこいいキャラです。弱点としては状態異常や旗を抜くスピードなどですが、やはりシャンクス含めどんなキャラも倒せる性能をしているので、いかに1台は欲しい優秀キャラかなと思います。すいません、3つください。バウンティーラッシュ2カルフィ。ルフィの強みは主に3つ。1つ目、高い防御力。通常攻撃長押しによるカウンター。感電無効キャラに対してのスキル1。2つのスキル2などで敵を吹っ飛ばすことで体力が回復、そして防御力がどんどん増加していきます。その他にもディフェンダー状態の際、最大で 60% のダメージカットがつくので、仕上がった2カを仕留めるのは非常に難しいです。2つ目、通常カウンター。通常攻撃を長押しすることでカウンターが発動します。失敗した際に大きな隙が生じるので、怠慢時何度も撃つのは少し危険ですが、密集時や試合終盤など敵が攻撃したい時特に刺さる優秀なもの。防御力増加や回復するためにもカウンターの使い方が一番大切になってくると思います。3つ目、役職変化。ニカは条件を満たすとディフェンダー、アタッカー、ゲッター、どの役職にも変化できます。アタッカーの際にはよろき無効やスキル2を使用した際に攻撃力が増加、ゲッターの際にはダッシュ速度増加やダッシュ時よろけダウン無効になるなど、どちらの役職も強力ですが、中でもディフェンダーの特性が特に優秀です。敵を無視して 150% 旗を作れる、なおかつよろけ吹っ飛ばし無効。お宝ゲージの溜まる速度は少し遅いですが、先ほどの攻防魚力と通常カウンター、状態上無効によろけ吹っ飛ばし無効が組み合わされば大抵の敵からは守れそうですよね。またスキル1は障害物貫通可能の無敵スキルで、近距離戦でも活躍しますが、別の旗を守る時にも有効なスキルとなっています。弱点としては防御力が仕上がる前だと脆い点、また防御力無視スキルはありますが、ディフェンダー時キットローを止めるのが少し難しいといったところ。これらは通常カウンターやスキルのタイミングを工夫するなどである程度対応可能だと思うので、極めがいのある非常にいいキャラなのかなと思います。甘いな。ルフィ、こんな目に遭うのは2回目だぞ。ニカだけに。